ボトルマン DX トムト TV ボトルキングチャレンジ、始まりました。始まりましたね。司会進行を務めます、ボトルマン伝道師のディーン・コーチャーです。ウツベス、ウツベス。そして解説はこの方と、キャップ集めが趣味のドクター片山です。よー、お願いします。お願いします。始まりましたよ。ボトルキングチャレンジとはですね、あのボトルキングが制作した10種類のスペシャルチャレンジステージに超豪華なゲストが挑戦して完全制覇を目指す、ウェブ番組になっております。記念すべき第1回のその超豪華ゲストの方、この方です。ドン、はい、ガチャピンです。あのガチャピンですよ皆さん。いや、これ期待できますね。果たしてね、あの手でボトルマンが打てるのかとかね、はい、まあ、いろいろありますけど、ね、気になるチャレンジ、はい、見ていきましょう。こちらです。ドン、どうぞ。さあ、現地のディーンでございます。それでは最初のチャレンジャーガチャピンの様子見ていきましょう。現地いるじゃないですか。お、入念な準備体操をしておりますね。さあ、もう元気もモリモリということで、それではいよいよガチャピンのチャレンジです。それではガチャピン、意気込みを聞いていきたいと思います。はーい、いきます。僕にできないことはない、絶対クリアしてみせる。頼みますよ。じゃあめちゃくちゃもう頑張っていただきたいと思います。それではステージ1行きましょう。どうぞどうぞ。ステージ1、ロングブリッジ。 3.5m×10cm の橋の先端にキャップを到達させればクリア。まっすぐ正確なショットを打つ技術が必要だ。それではガチャピン、準備はいいですか？はい、バッチリです。それでは、いきます。レディーキャップ、ボトルバトル、ゴー。さあ、ガチャピンはライフルガーディワン DX でチャレンジ。コントロール性能が生きるこのロングブリッジで、さあ、1球目、どうでしょう。あー、惜しい、外してしまいました。ただね、まだ時間はありますから、2球目どうですか。おっと、こちらも外してしまった。まずいぞ。あと10秒、9、8、7、いけるかしら。 GO。 クリアー。めっちゃ綺麗に飛んでる。完璧だ。これは素晴らしいですね。よかった、できた。じゃあ次はステージ2。ステージ2、5ハンティング。 1m 先に並んでいる5つのターゲットを全て倒せ。連射でたくさんのキャップを発射できるスピードタイプのボトルマンが有利だぞ。それではガチャピン、準備はいいですか？はい、もちろんです。ここで脱落するわけにはいかない。間違いない、間違いない、ね、はい、レディーキャップ、ボトルバトル、ゴー。さあ、ガチャピン、アクアスポーツ DX へ挑戦。さあ、3連射が生きるが、おっと、やっぱりキャップが入れづらいのか。1個、2個、そして3個キャップを装填して、1、2、3、見事な3連射。ただ時間が少ない、いけるのか。おっと、どうだ。残念、ここで脱落。いや、俺は甲賀甲太。ボトルキャップをシュワッと発射。キャップ革命ボトルマン DX、 毎週日曜朝9時30分から放送中。ボトルバトル、ゴー。